もう安いのを受けたらずっと安いのしか来ないですよ。本当に。もう安請けを始めたら、もう安請けしか来ない。だから、本当に安いね、委託業者さんと付き合っちゃうと、もう安い仕事しか来ないよ。本当に。もうそういう目で見られるし、もうそういう人、そういう価値観になるんですよ。で、そういう人ばっか集まってくるんですよ。ドライバー一人一人が、そういう仕事を蹴っていけば、そういうつまらん委託会社に、応募しなければ、そういう会社をやっていけなくなるから、潰れるんですよ。潰れたら潰れたで、もともとそこに仲介を頼んでた、そのもっと元請けはどうするかっつったら、もう直接ドライバーに頼むしかないわけで、直接ドライバーを探し始めるんですよ。だからそういう意味のない委託会社は、もうどん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 消えていくんですよ。わけのわかんない、その事務手数料っていうんですか、なんか月5000円固定みたいな。いや、っていうか、ピンハネ、15%も抜いといて、事務手数料取るっておかしいだろうって、いまだにその何、そろばんで計算してんのかって話じゃないですか。あんなものさ、エクセル打ち込んで、仕事入ってその人に振ったら、エクセルに入金、その場で金額入れとけば、勝手に、集計が出るじゃないですか。あんなものに、事務手数料も何もいらないし。